ちは。今日は南二条西二丁目の再開発現場に来ました、旧戸橋ビルの建て替え工事ですね。ちょっと見ていきましょう。もう工事はもうほとんど終わって、もう外壁も足場も取れた状態になっております。ガラス張りの建物です。ここにも何かあるな。こちらにも何だろう、こちらも何か建ててるみたいです。すごい綺麗な、これはオフィスと商業施設が一緒になってると思います。どのようなテナントが入るのでしょうか。ちなみにあそこ列ができますけど、何の列なんですか。建物の概要みたいなのはもうなくなってますね。ないか。ブックオフに並んでるのか。あ、5月3日4階トレカ館オープン。おそらくこれで並んでるんですよね。そういうことか。ちなみにたぬき工事2丁目の旅行でも何か工事してましたので、それも一緒に見に行きたいと思います。なんだろうね。なんかこうやって見ると再開発してる現場とても多いですよね。僕も結構取り歩いてきたんですけど、まだ結構まだありそうですね。ちょっと見てみましょう。南三条西二丁目ホテル計画新築工事だそうです。どのようなホテルになるのでしょうか。これからどのようなテナントが入るかとても楽しみです。ご視聴ありがとうございました。